いかがでした？いや今日はなんかすごい新しい挑戦でしたね。いやマジ冒険やね。そうね、新しい本当冒険だったね。冒険してたよ。今日の冒険は、いやいい冒険でしたね。なんかこう岡村さんと田中さんと俺とめめ、この4人でこうロケに来れた時点ですごい嬉しい。今回ですね、僕が、まあ、挑戦したいなと思っていた、うん、その合唱を挑戦させていただきまして、うん、それとまあプラスで、合唱だけじゃないんですよ、プラスあって、なんか本当になんて言うんだろう、感動周りの、感動周り、笑い周りで、おで、コウジ涙もありだもん。涙もありです。ハカチの用意を、わかんないけどぜひこの冒険をちょっと見ていただけたら嬉しいです。そう、だからやっぱメンバーがやりたいことをできるっていう、そのそれを番組がやらせてくれてる時点で愛を感じますからね。コウジもやりたかったことだもんね。だからまあそうね、やりたいって言ってたの、やりたいって言ってたよね。やりたい言ってた、まさか今日とは思ってないけど、だから全部のその、うん、やりたいことがこうギュッと詰まってる企画ですから、ぜひ皆さんオンエアを楽しみにしてほしいなという風に。なんでハネスつけて、バンジージャンプ飛ぶからやバンジージャンプやるからや、これがないと飛べへん。しっかりここに体重も書いてあるから、体重書いてある、ヘルメット合わせて70キロです、個人情報や。いやいやでも本当にすごかった。いやでもね、うん、ぜひ結果は言えませんけども、うん、本当に応援してください。よろしくお願いします。見てください、お願いします放送日お仕事とか学校とかいっぱいあると思うんですけども、はいはいはい、もうね大丈夫です。帰ってからこの冒険少年、忙しくても家族全員で見てくれても OK か OK。これ本当にいいやつなんです本当にいいやつなんです。まだ浸透してへんねん、はい、これ本当にいいやつで、まだ本当に、はい、よろしくお願いします。まだ冒険少年はもみあげしてるけんで止まってんねん古いね、まだ